ようございます。ゆうじです。はい、皆様こんにちは、こんばんはですね。はい、お久しぶりです。はい、以前ですね、手首の方サポーター巻いてたんですが、はい、もう完璧に治りました。手首も回せます。はい、もうこれで三振も弾けるようになったかなと思いきや、意外とリハビリとかあんな感じで長くてですね、はい、まあちょっとさておきですね、本日はですね、法然音頭、うん、以前になんか中途半端で終わった法然音頭ですね、歌をなんとなく頑張って、うん、本日は歌っていきたいと思いますんで、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。で、本日ですね、飲んでいるお酒、はい、見たことある方ありますかね。ちょっと僕これ初めて飲むんですが、琉球泡盛のタツですかね。沖縄は金町、あのタコライスとかタコスとかが有名なとこですかね。ああいった地域で作られてるお酒やと思います。で、こちらの方ですね本日は飲んでいきたいと思います。はい、よいしょ、ちょっと継ぎ足しで、はい、今入れましたね。はい、あ、香りはですね、すごく、うん、泡盛らしいしっかりとした香りですね。はい、あー、なるほどあー、なるほど、なるほど、うん、ですね、まあ、一般的によくザンクロとかクメセンって、まあ、飲まれた方あると思うんですけど、その2つよりも香りは強いです。香りが強いというか香り高いですね。はい、で、飲み口はですねまろやかさっていうものに関しては若干、うん、香りが強い分トゲがある感じなのかな。うん、通常泡盛ですね、ちょっとコシとかいろいろ飲まれてる方からすると若干ちょっと癖があるのかもしれないですけど、まあまあ水とかですね、あれね、加減して飲んでいっても美味しいお酒やと思います。はい、本日はですね、これだ、よいしょ、はい、琉球のタツで皆さんと乾杯です。本日も皆さんお疲れ様です。乾杯。うんおいしいよし、そしてですね、本日、はい、三振ですね、はい、やっていきたい曲がありまして、はい、法然音頭ですね。法然音頭、いつかは歌いたい、いつかは弾きたい、勝ち足、これが弾けて歌えたらみんなで勝ち足できるのかなって、うん、思ってですね、はい、まあ歌、まあまあ練習しました、うん、練習したんですけど、やはりところどころ間違う点もあり、なおかつやはり歌詞を覚えてないので、どうしても目線が今回もまた同じように下に下がりますが、ご了承願います。それでは法然音頭。Thank you.
本日はですね、やっぱり間違いますね。うまくいかないです。もうちょっとですね、綺麗に上達して皆さんの前でお届けできることが一番ですね、盛り上がって楽しめることかとは思っておりますが、まあ自分らしくですね、はい、動画の方、配信の方、こんな感じでですね、間違ってでも上げていくっていうような精神で、恥ずかしがらずにやっていっております。皆さんのですね、励みになったりですね、三振始めた方とか、いろ興味、多分僕のチャンネル見てる方、三振始めたりなんかしたいっていう方多いと思うんで、恥ずかしがらずに、はい、間違いはみんなするし、僕もうまく弾けない時は弾けませんし、歌ったりもいろいろやっぱ難しいんですけど、そこが奥深くて楽しい、ほんと素敵な楽器だと思っております。それでですね、最後にまた最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんとこうやってですね、はい、乾杯できることいつも楽しいです。はい、それでですね、次回は、そうですね、今まで弾いていた曲を、歌えるように、約30曲ぐらいあるんですが、その曲上げていた曲をですね、全部歌い切ってまた新しい曲の方にチャレンジ、もしくはですね、ゆっくりとしたスローバラード、ゆっくりした本当の沖縄民謡的なですね、ああいったところもですね、やっていきたいと思っております。はい、本日は最後まで本当ご視聴ありがとうございます。それでは乾杯です。ありがとうございます。ご視聴